君はなぜ総理大臣になれないのかで主演されている、小川淳也衆議院議員なんですけども、この方はもともと自治庁から上がられてきた官僚上がりということなんですが、ただね、その根っこは平民なんですよ。私たち国民の側なんですよ。国民の中からこのままじゃいけないということで奮起していただいて今政治の世界にいらっしゃるんですけども、志を持ってね、立憲民主党に今踏みとどまってくださっています。なんで立憲民主党なんかにいるのっていうふうに私は今でも思うんですが、ただ小川淳也さんが言われているように、自民党のスペア、与党のスペアとして立憲民主党が対局にいるっていうね、その気持ちはね、大いにわかるんですよね。ただ残念ながら同僚の議員がしょうもなさすぎる、特に代表で枝野幸男さんが嫌われすぎているところに、立憲民主党がね、いかに優れた入れ物であってもそれを先導する方がね、代表がね、あれではね、どうしようもないなと思います。そしてその枝野代表を推している小川淳也さんにもちょっと落胆を隠せない私がいるんですよね。小川淳也さん一人としてはものすごく私はね、尊敬する方だし、こういう政治家さんがいてほしいなと、一問一答確実にしてくださる姿っていうのは、山本太郎さんにも通じるし、それから自民党でいうとですね、西田昌司さんにも通じるところがあって、ごまかさない、そしてその滑舌の良い発信っていうのは、国会の答弁を見ていても非常にね、頼もしい。安倍総理なり菅元官房長官を、本当に追及する姿はね、本当に気持ちの良いものでした。が、今回ね、ちょっと話題にしたのは小川淳也さんの同僚議員のこの方ですよ。小川淳也さんね、やっぱり身内にこそ厳しくないと革命を起こせませんよ。革命は組織の外じゃなくて内側に起こしていかないと。なんか結局ね、同僚議員に対してはあまり目を向けていないのか、それとも知っていて黙っているのか、今回はこの方を取り上げていこうかと思います。本田平直議員です。どうぞ見てください。立憲民主党本田氏を党員資格停止へ、1年間の資格停止ですね。甘すぎる。立憲民主党は13日の常任委員会で性交同意年齢の引き上げを議論する党会合で不適切な発言をしたということで、本田平直衆議院議員を北海道比例代表でね、対応協議したということで、この画像、皆さんもね、あの発言があったから知ったっていう方も多いんじゃないですか。この57歳だったかな、この方は。この方がね、何を言ったかっていうと、50歳近くの私が14歳の女の子と、性交したらね、たとえ同意があっても捕まることになる、それはおかしいというふうな、ね、熱弁をしたんですよ。要するにこの方は中学生ぐらいの女の子を見るとそういうふうな気持ちになってね、そういうふうにしたいということを、思うのは自由なんですけども、それを発言することに、ね、厭わないってところで、かなり危険な人間じゃないかなと思うんですよ。要するに思うことと言うことってまた違いますからね。思想の自由、言論の自由、どっちでもありますけども、この立場の人がそれを公の場で言うことに対して何が起こるかっていうのがね、やっぱりこう分かっていないというところです。それがだから政治家としては大失格だってことなんですよ。何でもかんでもね、本音を語っていただきたい、そういう面はあります。ただ大事なことは本音を語らずに、こういうふうな、ね、自分の性癖についてね、熱弁して性交同意年齢をね、なんかこう疑問を呈して、なんかしかも57歳の人が50歳近い私がなんて言うわけでしょ。60歳近い私と言うべきですよね。ちょっとおかしいですよね、この辺もね。で、福山副代表も幹事長ですか、口頭で厳重注意でしょ。大体厳重注意って何ですかね。厳重注意ですよって言ったら厳重注意なのかなと思いますけども、お前なんちゅうこと言ってくれないのこの野郎みたいな感じで、ちょっとはね、恫喝まがいのことをするんだったら厳重注意ですけども、あなたは厳重注意処分ですって言って終わりなんですかね。そんなんじゃ注意も何もない。特にね、この方の比例代表で出ている北海道ブロックっていう、北海道には結構問題があるんですよ。例のね、北海道の北西中学の問題も未だにね、闇から闇ですからね。しかも当時の第三者委員会を立ち上げた市長は、これから参院選、衆院選に打って出ようとするわけでしょ。衆院選か。ふざけるなということですよね。ろくでもないですね、やっぱり立憲民主党は。しかもその、市長も、旭川市長も立憲民主党の公認を得るわけでしょ。だからね、立憲民主党が党として存在していい理由はもうないわけなんですよ。何なんですかね、ここはね。
だからね、立憲民主党が第一党、野党第一党っていうふうな名前を冠するのも恥ずかしいぐらいで、立憲民主党は あって、害にこそなれ、利益になることはないと、国民の側を向かない、国民を食い物にする、いわゆる自民党の補完勢力であるということですよね。ろくでもないと思います。小川淳也さん目を覚ましてね、立憲民主党なんてのは早く潰す方向で、立憲民主党をぶっ潰せみたいな方向で言っていただきたいと思います。いや、もしくは小川淳也さん自身が立憲民主党の党首になっていただきたいかなっていうところですね。では本日は以上です。